moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。7月4日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。このね、暑い時期にね、飲食店入ってですね、お冷やが出るじゃないですか、お水がね、そこのね、お水の中にね、氷が入ってないとね、なんか残念と思ってしまう滑り王子マスクマンでございます。はい、今週から浴衣ウィークということで、いやー久しぶりにというよりは、いつも浴衣ウィークの時しか浴衣を着ないので、いつも本番はパタパタしちゃう磯煮込みスキーと、浴衣ウィークということで本日はジンベイ着てるんですけども、普段はですねジンベイは着てないんですね。だよね。だいたい家にいる時はもうだいたいパジャマが多いです。あーダンサーでございます。はいはい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは長距離。今週のテーマは長距離です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは関西沖縄楽しみたい代表水野さんになります。22時12分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーがあります。今日は、フリートークで届けていきたいと思います。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キユナ名古屋。
はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、お願いします。あのね、新しくねラジオネームになった方からですね、はい、ラジオネーム美奈子さんからです。あら、うん、そのまんま、あのね、そのまんまとか言っちゃった、先週ですね、王子がですね、はい、レディー美奈子どうかなっていうふうにね、ちょっと提案いたしましたけども、はい、ね、美奈子の、ね、半分を使っていただきましてね、はい、うん、あのレディーはいらなかったみたい。あら、うん、シンプルにいかれましたんで、とってもいい、はい、あのラジオネームでございますんで、はい、ね、どんどんお読みしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、お三人さんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。ホンダフィットや MR ワゴン、その他私が好きな車で分かる道なら長距離運転は好きです。北海道は同じ景色に直線の道なので、夏の北海道の道の長距離運転は好きです。渋滞する道は嫌だなってことでございます。この好きな車に乗ってまたこのドライブがするってことがいいってことでございますね。うん、そうですね。はい、まあ、運転もしやすいかもしれないですね、自分の好きな車だったらね。そうですね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではいきますね。はい、ダンサーズさん、みそにこみすきさん、マスクマンさん、こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ長距離といえば、昼夜仕事に使用している私の軽トラックは2020年3月に購入し、仕事で各方面に長距離で移動していることが多いために、新車購入してから3年半近くでの走行距離は13万3000キロ余りになっていますが、ちゃんと大事にしているために大きな故障もなく、バリバリに私の相棒の軽トラックは頑張っています。カーローンはあと7年近くあるので、10年どころかそれ以上に維持して大事にしていきますということです。はあ、それはってことは、うん、お仕事でもお使いになられてるんですよね。あのお昼の仕事も夜の仕事もこのトラックでっていうことなんですけど、10年ローンってことですね。3年経ってあと7年だから、うん、それまでに距離数がかなりいっちゃいますね。ねえ、それまでに壊れないといいですけどね。うん、そうなんです。ね、距離がだって13万ですよ、すでに。部品変えてるんですかね、10万キロは。でもちゃんと大事にしているためって書いてありますよ。うん、あ、そうなんですか。メンテナンスはしてるってことですよね、多分。そうですね。そう、それでね、たくさん お稼ぎになって、早く返せるように頑張っていただきたいと思いますね。そうですね。そうそうそうね、うん、あと7年と言わずにね、うん、そうですね、5年とか4年で返せるように。はい、うん、ですね、そうです。あれ、はい、王子の白馬の白馬はどうしました？白馬まだ生きてますね。あの生きてます、ね。うん、あの半分死にかけてますけどね。王子のところの車は大丈夫ですかね、公務の車は。まあね、今ちょっとやばいことになってましたね。ほう、うん、クーラーがちょっと効かなくなってしまいましたね、この暑さでね。夏なのに、うん、だけどね、窓全開にして走ってればね、うん、まだ全然大丈夫なんですよね。ほう、うん、ただね、止まった時にはね、暑いですね、やっぱりね。修理しないんですか？もうすぐ車検でございますんで、そこまで。そこまでね。うん、でもね、まだ本当、我慢できなくなったら、うん、ね、すぐに修理するんですけども、うんうん、まだなんとか大丈夫ですんで、うんうんうん、本当に暑かったらね、ゆでたこになっちゃうもん。そういう、ゆでたこ？ゆで王子じゃなくて、ゆでたこなのね。そうですよ。はい、またツイキャス来てますね、皆さん。はい、高坊さん、こんばんはということで。こんばんは。で、ペーターさんは、あれ、コメントが見れない、私。ほう、なんだろう、点しかなってないんだけど。ほう、んどうしたんだろう。おお、うん、点ですよね、なんだろうね。はい、シュプリームさん、ダンサーズさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんはということで。こんばんは。こんばんは。で、FMJ 陣新一さん、こんばんは、風流ですねってね、浴衣ウィークということ で、 そうです、ね、ね、みんなちょっと、うん、一足お先に夏らしくね。そうですね、名古屋まだ梅雨明けてないので、うん、はい、カップボーイさん、みそにこみすきさん、ダンサーズさん、ひげを剃っても薬みつるさん、うん、皆さんこんばんは。毎日暑いですね。テーマ長距離、中学生の時のマラソン大会の練習で
ちょうどサトウキビの収穫時期だから後ろの方行ったらサトウキビ食べながら歩いていたよっていい、ね、マラソン大嫌いだったからって。ちょっとそういうね、甘いものを補給しないと、ねいいですね、長距離走れないですからね。糖分補給、糖分補給しながら、ね、そうだよ本当に、ねうん、なるほど、はい。シュプリームさん、今日は残業で不慣れな春沢をしてきたので疲れて寝落ちする自信しかないですということで。ほらもう王子も一緒よ。クリームさん夏山だけど、うん、どうして春沢なんだろう、ね、なんかあれですかね、スキー場のお花畑とかかな、なんかあるさってやつなあ沖縄大好きさん、うん、こんばん名古屋ということで、名古屋名古屋、埼玉のゴーさん、ダンサーズさん、みそさん、王子ちゃんこんばんは。王子ちゃんになってるよ、ね、最近可愛らしくなってるからね。ね、うん、ギネスさん、名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、ペーターさん、天使が売ってない、売ってませんって、うん、あ、タカモさん、なーにーって、うん、で、シュプリームさん、うん、王子の頭の中と同じくお花畑ですということで、やっぱりいい感じですね。夏のお花畑を作ってるということですよね、うん。あのさ、うん、今ふっと思ったんですけど、はいはい、先ほどねちょっとあの王子のね白馬の話をした時に、はい、あのゆでだこって言いましたけど、はい、皆さんの反応がもしかしたらあのゆで卵ってくるんじゃないかなと思って期待してたんですけども、はい、ということでですね、はいはい、CM の後は、水野さん登場です、はい。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里まんじゅうとくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は一人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町牛ちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 牛ちゃん芋生産組合のあさとまで。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は関西沖縄楽しみ隊の、代表でございます水野さんになります。こんばんは。はい、こんばんは、水野です。どうもこんばんは。はい、こんばんは。ご無沙汰しております、はい、あ、ご無沙汰しております、はい。まずですね、水野さんの、よろしければの、はい、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。あ、はい、インスタグラムで、関西の沖縄情報を発信しております。で、立ち上げた理由なんかもお話しさせてもらっていいですか？はい、じゃあ、はい、
じゃあまずインスタグラムのですね、立ち上げられた理由などですね、教えていただいてもいいですか。はい、沖縄の事業者で物産の販売など関西の情報が欲しい方がたくさんいらっしゃって、はい、で関西でイベントするので告知が欲しい、してほしいというお声も多かったので、はい、まあ、私物を宣伝するというと ところがとても得意なので、はい、でそこを生かして沖縄のためにご協力できるのではということを考えてました。あ、そうなんですね。ではい、はい、あとその関西在住の飲食店や県人会など、はい、沖縄の関係者の応援もこうインスタグラムを通じて広げたいという思いで、はい、インスタグラムを立ち上げております。あ、そうしますとこの水野さんがご自身で やってみようという思いでされたということですか。そうです。あ、そうなんですね。で、はい、例えばその県人会の皆様はこういったものを立ち上げられるということをお話しされたときどういったようなご反応でしたか。それはもうとても喜んでくださっておりまして、はいはい、でまあ、1年経った頃に、はい、大阪の沖縄県人連合会と、はい、京都沖縄県人連合会の会長に、はい、公認をいただいて、あ、はい、さらにパワーアップして頑張っております。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、もう完全にお墨付きですね。 ありがとうございます。はい、じゃあまずですね、その沖縄のことを発信するということなんですけども、沖縄についての魅力というのはどういったところが魅力を感じるんでしょうか。はい、まず沖縄本島というか、まあ、沖縄県に関しては、はい、気候も人の心もとても温かくて、はい、時間の流れがのんびりとして、私自身はすごい癒しを与えていただいております。ああ、そうなんですね。うん、やっぱり気候やあと、まあ、うちなんちゅうのその皆様の、はい、お話とかそのおもてなしとかがすごく嬉しかったということなんですよね。はいはい、そうなんです。でその上で関西沖縄楽しみ隊の仕事を通して、はい、まあ、沖縄の関係者の方々の力になりながら私自身も元気をもらっているという感じで活動しております。あ、そうなんですね。じゃあもう本当に沖縄があっての今の活動ということですね。はい、うん、でまあ、私たちもですね、まあ、沖縄の方にお邪魔したりとかしておりまして、はい、つい1ヶ月ぐらい前にもお邪魔してるんですけども、はい、そうなんです、ね、はい、そのですね、一緒に行ったものが隣にいますので変わります。はい、はい、はい、水野さん、ご無沙汰しております。味噌煮込み好きです。ご無沙汰しております。こんばんは。こんばんは。水野さんとはですね、はい、大阪でお会いして、で、はい、ちょうどですね、お笑い大阪で沖縄のお笑いを楽しんでその後の打ち上げでというところでね、お会いして、はい、ね、はい、とても楽しい時間を過ごさせてもらってありがとうございます。いや、こちらこそ楽しかったです。ね、でやっぱりね、まあ、私たちも名古屋と沖縄を結んでラジオやっておりますけれども、やはり水野さんもこう、はい、大阪と沖縄、大阪というか関西方面と沖縄を結ぶ、はい、そういう橋渡しの役ということでですね、はい、インスタグラムも拝見させていただいたんですけれども、はい、ね、せっかくですからまたちょっと8月にイベントなどあるので、もしよろしければイベントの紹介もお願いできますでしょうか。あ、はい、かしこまりました。まだ一件なんですが、はい、まだインスタグラムにこれから載せるところなんですが、あ、そうなんですか。はい、神戸三宮のセンター街で、はい、7月21日と22日に北海道と沖縄の美味しいものを一緒に販売するどさんこ島んちゅフェスティバルが開催されます。お、沖縄と北海道、はい、神戸でということで。そうなんですよ。まだこちらの方はインスタグラムには上がってないということで。そうなんです、これからなんです。すいません。そうですか。またね、そう、はい、また8月にもイベントあるんですけど、その前の7月にもイベントがあるということで、またインスタグラムをね、はい、確認していただけたらと思います。はい、そして、はい、まだまだ紹介していただいても大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はい、次が京都の鴨川の、はい、鴨川沿いで開催される鴨川納涼というイベントが、はい、はい、8月の5日と6日
に行われて、はい、で全国の都道府県のうち、はい、約35件のブースが各県のブースが設置されて、その県 の、はい、飲食や物産が販売されるイベントなんですね。おお、あ、これはじゃああれですね、沖縄県だけではなく、はい、35都道府県が参加するという、はい、結構大きなイベントですね、はい。そうですね、毎年楽しみにされている方が多いイベントでして、はい、で今回沖縄ブースとして、はい、まあ、沖縄県京都沖縄県人会の方々が、はい、その場で沖縄塩焼きそばやゴーヤチャンプルなんかを作られて、うんうん、であとオリオンビールなんかもその場で飲んでいただけるので、すごく楽しく皆さんも参加していただけます。で今年は初めて、はい、ポークの串刺しも販売しますので、今ね、ポークの串刺し流行ってますので、はい、全国的に。あ、そうですね、そうなんですね、はい、ポークのね、串を刺した焼いたものは、はい、沖縄では売れないけれども他の県では売れるっていう、はい、なんかね、面白いお話がね、なんで関東の方ではとってもたくさん売れたということで、じゃあ京都でもやられるということで、はい、ね、どんな感じになるかちょっと楽しみですね。はいはい、なんかまあ京都では結構ちっちゃく一口サイズで4つに切った三角とか丸に切ったものを一つに串に刺して食べやすくカットして販売されるそうなので、はい、おー、すごいですね。あ、じゃああれですね、これオリオンビールに合いますよね、きっと。そうですよね、もう本当に鴨川のちょっと涼しい感じの中で一緒にね、オリオンビールを楽しんでいただけると思います。なるほど、いいですね。ツイキャスですね、 FMJG 新一さんなんですけれども、はい、三宮タイミングが合えば行きたいなということなんですけれども、はい、実はですね、FMJG 新一さん、こちらのスポンサーにもなられている方なんですけれども、はい、奥様がですね、はい、神戸の方にお住まい、出身ということで、はい、タイミングがあったら行きたいなということで、はい、神戸のイベントにちょっと参加したいなということでした。あとシュプリームさんがツイキャスで鴨川農業か懐かしいな、はい、そういえば京阪三条駅近くに春宮といううちなんちゅうがやってるお好み屋さんがありますということで。そうなんですね、そうです、あそこ私も何度か行ったことありまして、はい、そうなんですね、なんかこうやってどんどんつながっていきますね、はい、お話がね。あとカープボーイさんがですね、沖縄の方なんで、僕は卵とセットじゃないと、はい、ということで。そうですね、沖縄の方からしたらなんかこのポークだけが串に刺してるって不思議な感じですよね、きっとね。そうですよね。あとではもう一つ8月の、はい、大阪のイベントも紹介していただけますでしょうか。はい、8月27日に、はい、大阪市大正区で、はい、リバーエーサー祭りが開催されます。はい、でこちらは大正区といえば沖縄県出身の方が多い町ではあるんですが、はい、その大正沖縄県人会が主催されて、朝されるエーサー祭りで今年で9回目となります。あ、ね、毎年、ね、やられていることで、はい、で中では今回は大正琉球会とか、はい、まあ、エーサー8団体と沖縄ロックの白間健一さんらによる音楽、あ、で琉球舞踊、はい、空手の舞台も楽しめて、はい、もちろん沖縄料理の飲食ブースも出展されますので、はい、皆さん飲みながら楽しんでいただけるイベントとなっております。なるほど、エーサー8団体ということでね、結構な、はい、スケールのイベントになりますね。そうですね、本当に毎年多くの方が楽しみにして、会場に集まられて、うん、はい、そうですね、大正区は沖縄の方もたくさん住まれてますけれども、ね、はい、さらにまた沖縄好きの方がよく集まる町でもありますよね。そうなんです、ね。私もね、この前のその笑いライブの後に一度やっぱり行ってみたいということで来ましたけれども ね、はい、沖縄そばも本当にね、沖縄で食べるのと本当に同じぐらい美味しいお店がありますよね。あ、はい、たくさんね、大正区には沖縄のお店がありますので、はい、はい、そしてですね、私すいません、うちの番組ですね、もう一人、ちょっとね、いますのでちょっと変わりますね。あ、はいはい、
お初でございます。滑り王子マスクマンでございます。あ、はい、はじめまして。どうもはじめまして。あのね、はい、水野さんね、はい、私ですね、インスタグラムをやってなくてですね、はい、あ、いや、そうなんですね。そういう情報が全然入ってこない場合はどうしたらよろしいんでしょうか。はい、そうですね、関西のイベント情報を知りたいってことですか。Facebook、Twitter でもいいんですか。ツイッターでも検索できるってことでございますか。あ、うん、関西沖縄楽しみ隊ではやってないんですが、うん、ちょっと私が以前2年ほどアルバイトしておりました、沖縄県庁の出先機関で沖縄県大阪事務所っていう、はい、事務所があるんですが、はい、そちらの方でも私とよく似た活動しておりまして、はい、でそちらツイッターの方でもご案内しておりますので、あ、そうです、よければそちらご覧いただいたらと思います。わかりました。はい、私ですね、もう何年か前ですね、はい、この、インスタグラムというね、はい、存在は知ってたんですけども、はい、インスタという言われてもね、分からなかったぐらいの人間でございますので、はい、ようやく、はい、最近になってインスタグラムはどういったものかというのがね、分かったぐらいでございます。はい、すみません、水野さん、この男なんですけど、インスタグラムがやれない理由があるんですよ。はい、インスタグラムという正式な言葉を知らなかったんですよ。あ、インスタ、インスタということで、インスタグラムということが分からなくて、はい、もう、はい、まあ、正式な言葉がわからないんだったらやらない方がいいよということで。そうなんですね。かなり昭和な感じの人間ですか、僕は。スマホですか。ガラケーではなく。固定電話の黒電話でも違いますよ。一応ね、携帯を持ってるんです。あ、はい。そうなんです。水野さんね、あと、はい、拠点となるのは大阪でございますか。私が、うん、住んでるのが大阪なんですが、はい、まあ、一応この関西沖縄楽しみたいっていうのは、まあ、主にまあ兵庫県も含めて奈良県など滋賀県、はい、で関西を大きく取り上げていこうと思っておりますので、時間があれば他府県にも移動して、あ、そうです、取材しております。まあ、そうするとですね、やっぱ関西、まあ、大阪を拠点とされてるとなると、その、大阪の芸人さんとその沖縄の芸人さんなんかのそういうコラボなんかのそういう、はい、アテンドっていうんですかね、そういうのもやられることがあるわけですか。はい、この前の新都心の首里之助さんなんかも、はい、こちらで今回イベント大阪でライブするので、はい、いろいろ宣伝をしてほしいってことで、まあ、一緒に県人会の方にご挨拶。ああ、首里之助さんとご挨拶されたんですね、ご一緒に。はい、はい、そうなんです。うん、シュプリームさんがですね、ツイキャスで、内地で触れる沖縄もいいものですよね、はい、もっぱら自分は明日ショップか新宿エイサー祭りぐらいですけれどもということで、はい、あとね、埼玉の郷さんからインスタフォローさせていただきました、はい、僕の推しの郵政大鼓もつながっていて嬉しく思いますということで、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。結構、あ、うん、まあ、私は、まあ、名古屋からなんですけども、結構愛知県にもですね、はい、沖縄の出身の方多くてですね、はいはいはい、結構そのこちらでのイベントで関西の方からもお越しになられる方が結構いらっしゃいますし、で、はい、実はまあ、沖縄出身で結構ですね、関西、大阪の方でイベントで行かれる方も、はい、まあ、こういった沖縄の民謡とかをやられる方が行ってられるというのもあるので、はいはい、結構ですね、こう、はい、大阪と名古屋結構近いので、そういう交流も多いのかなとなんて思ってるんですよ。はい、あ、そうですよ ね、 ね、はい、で結構その関西以外からもお越しになる方もいらっしゃるんじゃないですか。あ、イベント、この前の新之助さんのライブにはね、はいはい、熊本の方とか、はい、大東の島の方とかいらっしゃったと思うんですが、はい、うん、ツアーでね、で、はい、沖縄からのツアーで、はい、またはい、ツアー以外で私もそうですけど名古屋からとか熊本からね、はい、まあ、はい、参加して、そんな感じですよね、はい、そうなんですよね、うん、はい、ということでお時間となりました。はい、はい、はい、わかりました。はい、はい、あ、どうぞ。あ、いえ、大丈夫です、すいません。ありがとうございます。最後にもう少し PR していただいて、はい、はいはい、お願いいたします。あ、
はい、ぜひ関西沖縄楽しみたい、これからもインスタグラムで関西の沖縄情報を取り上げていきますので、皆さんよければ沖縄の方も含めてフォロワーになっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。最後に遠藤さんね、はい、はい、一応滑り王子と言われてますけども、はい、今日のトーク、はい、全然滑ってないでしょ。おだまり、いや、まあ90ぐらいですね。ええ、今日素晴らしいお話ができたと思ったんですけども安心したと思ったんですけど、ちょっと滑ってた。黒電話出てきましたから。あちゃんと聞いてるよね。ありがとうございました、はい、もう終わりです。はい、ということで、はい、水野さんどうもありがとうございました。あ、いえ、こちらこそありがとうございました。はい、はい、本日は関西沖縄楽しみ隊の代表水野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。王子、王子いいですか。はい、ツイキャスでちょっといろいろ反応が来てましてですね、高坊さんが、強要されてもって、ねえ、何で高坊さんがね、水野さん、お返事にお困りでしたよって。今日すごい自分でね、いい話ができてるなと思って、まあ、毎回ですけども、ゲストさんとね、お話しするんですけども、今日もいい話ができたなと思って、そう思ったでしょ、みそちゃんも。いや、FMJG の新一さん、はい、初対面で強引すぎる王子って。そういや、確認する必要あった。そうよ。いや、失礼がないかを確認しただけなんですけど。いや、もう、その質問が失礼なんですけどね。そうなの。あ、でも、カッポーイさんはね、確かに今日はエロい部分が出てなかったのはいいことだって。あー、これからでございますから。後半は出ちゃうよ。あ、それでですね、埼玉の郷さんが大阪で、おととしティダで飲みましたよってね。やっぱりいろいろあるんですよね。ちょっと私たちもね、この前大阪行った時に大正区の方も見ましたけど。そうなんです、本当は大正区で、大正区初めて行ったんですよ。そうなんですよね。本当にお店に入って沖縄そば食べたんですけど、これすごいレベル高いと思いましたよ。美味しかったです、ねえ。高坊さんが、はい、ゲストさんのジャズ的な感想が引き出したら本物ですよ、王子って。今日でも、ちゃんとした心の叫びだったような気がしますけどね。ちゃんとした心の叫びだった。だからちゃんと黒電話出ちゃったもん。なんか今のね、その感想っていうかね、押し付けがましいよね。え、押し付けがましい。聞いた、ちゃんとね、一番いいところをね、はい、引き出してくれたじゃないですか。黒電話出たところで、ね、王子ラッキーと思ったもん。なんか、埼玉の郷さんが王子が話しすぎたら口にゆで卵を詰め込みましょうって。さ、みんなね、今日もさ、すごい短かったの、知ってる。王子が喋る時間すごい短かったんだもん。いや、だってほら、イベント中がね、今ほら、たくさんあるじゃないですか。はい。だからやっぱり、せっかくだから、やっぱりイベントのご案内をしたいですよ。ね、今日はね、ちょっとね、インスタグラムの話をしてですね、インスタグラムをやってらっしゃらない方のために、どのような方法があるかもね、一応お聞きしたつもりでございますけども、そこら辺はどうだったでしょうか。いい感じでしょ。もうそうやってすぐ強要するんだから、返事を。強要って、だからもうね、インスタグラムね、やらなくていいんですよ。あ、そうだの。うん、あ、そう。だって正式名称言えなかったの。その頃はね。今は大丈夫。今大丈夫。今ちゃんとインスタグラムって言いますよ。ね、吉田さんがですね、追加室で、はい、こちらの番組は初見ですが、FM ギノはよく聞いています。ありがとうございます。水野さんの友人でして、私は大阪府豊中市だったかな。豊中市ですね。行ってますって、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。毎度。は？ちょっと関西の、関西大阪の人。進撃のめいちゃんがマスクマンがかなり真面目に見えた、わらわらって言ってる矢先にそういうことやるのね。
え、だからこれはちゃんとこう皆さん総合的にこう真面目っていう風に、ね、あ、で、あのツイキャスでフーチャンプル陽子さん、沖縄ラブさんが、水野さん関西でほんまに頑張って沖縄情報を広めておられます、応援していますということで、でしょう、だから今のでしょう、いや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 、違う、水野さん違うの、水野さんの話、王子の話じゃないから、王子が今毎度って言ったのが違ってたの、王子滑ってます、ほら、そうなの、もうびっくりしちゃうんだからあのね、もういろんなこう反応があるとね、うん、あの全部あの王子に関わることかなって、あのもうなんですぐ何でもそうやって王子に自分の方に持ってこう持ってこうってするの、あ、そうなの ね、 ね、あ、そうそう、それでね、あの埼玉の郷さんがティダの話なんですけれども、はい、あの荒垣みなみさんのライブだったので、そうそう、みなみさんね、うん、ライブね、ティータでやってましたね、大阪でね、いやあの時来て行けなかったんですよね、なんで行けなかったんだろう、うん、うん、ですね、あ、そうで、うん、さっきのその黒電話の話なんですけど、はい、あれ FMJG の新一さんが、はい、僕は黒電話とガラケーですとかって言って、あれ言ってましたよ、黒電話お使いなんですかねえ、これなかなかいいあれですね、うん、なかなかいいあれですって、何目線で言ってる、いやいや、だからあの黒電話って本当にあの、うん、今お使いになられてる方少ないですから、いいですか、はい、ちょっといいですか、それで、はい、そのトークね、なんていうかっていうとやっつけトークって言うんですけど、やっつけトーク、やっつけ、あ、そうなの、はい、なんか今日はあのあれだよね、あの風当たりがちょっと強いような気がしますけどね、そう、うん、今日松葉さんなんて、うん、あのほらおでんの卵口に入れますとかって言ってあら結構美味しいんだから味が染みててね、そうなんだよ、ヒカルさん、王子夏なのに外にスケートリンク作らんでみんなが滑るだろうって、え、そうなの王子なんか最近そういうパワー強くなっちゃってさ暑くてもねスケートリンクができちゃうらしいけどさ、うん、ね、でカープボーイさんもほら本当に直樹さんに似てる、直樹さんで直樹屋さんですけどね、似てるかもしれない、自分のことばっかり言うところ確かに、いや匂いが一緒だもんでも匂いが一緒、匂い一緒だもんもう認めてるんだね、多分ね、あのあのね、あなたと直樹屋さんね、あの同じことを言われるんですね、今日2人共通して言われることがあるんですよ、はい、滑ってないですと言うんですよ、そうそうそう、2人とも言うのよ、2人ともね、すごいあの強い口調で滑ってないですっていうふうに言うんですよ、だって滑ってないもん、で自覚がないんですよ、2人とも、あ、もう2人とも自覚がないんですよ、自覚ないね、うん、でもね、こうね、ラジオを通してというかね、声を聞いて、うん、ただそれだけでも匂いが一緒っていうのがね、直樹さんとは分かりますので、あつまさんがね、はい、熱々のおでんの卵よって、あのそれはですね、これはリアクションを求めてる感じで、そうだよね、うん、でもあれはね、本当はそんなに熱くないんですよ、熱くなくって、うん、そのリアクションをみんなが見てるっていうね、本当に暑かったらね、やけどしちゃうもん、うん、ねえ、そろそろ名古屋栄養コーナーに行ってもいいかな、どうぞ、栄養コーナーやりますか、あのメール読みたいんだけど、メール、あ、じゃあいい、分かった、じゃあメール読みましょう、ほらもう王子がいらんことばっかり喋るから、うん、そう、はい、じゃあメールお願いします、はい、メールいきます、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、嫁さんと長距離恋愛をしていた頃が懐かしいシュープリームです、あら、あら、あら、まあ、はい、写真を撮りに行くときは長距離移動するときも高速道路を使わないようにしています、というのも、うん、移動中に撮りたい景色があっても急に止まって撮るわけにはいかないし、そもそも移動工程が全てがロケハンだと思っているからです、おお、うん、そういうことですね、高速道路だと止まって、ね、うん、写真が撮れないってことですもんね、うん、こっからが大変ですよ、はい、ところで王子、子どもの頃はみんなで横一列に並びおしっこの飛ぶ距離を競ったものですが、最近の勢いはどうでしょうかってはあ、あのね、王子までね、かろうじて勢いはあるんですけども、はい、あのフィニッシュがね、最近よろしくないような感じですね、キレがよろしくないってことね、そういうことですね、リトルプリンスがね、うん、しまい込んだ途端にあれと思う時ありますので、あら、うん、っていうのはやっぱりキレが悪いってことかな、まあカレーです、カレーセクハラです、カレーって
もう本当はね、ちゃんとね、最後のフィニッシュまで綺麗にしとけばよろしいんですけども、はい、もう慌ててね、リトルプリンスをですね、しまい込んでしまうとダメですね。お黙り。埼玉の郷さん、残尿王子って書いてある。あのね、そんなはっきり言わなくても。いやむしろちょっと真面目な話してもいいかな。どうぞ。ツイキャスで吉田さんが、私の住む豊中市が宜野湾の姉妹局もある FM 小座がある沖縄市の兄弟都市でもあり、ボランティアで市民交流に携わっていて、先ほどの水野さんとも関西から沖縄情報を協力して発信していますということで、うんうんうん、ね、そうなんですよね。FM 講座は姉妹局ですからね、うんうん、そうです ね、はいはいはい、じゃあ、 メール読みますね、はい、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリーです。ありがとうございま す。今週のテーマ、長距離。長距離というと、まさに沖縄宜野湾市と名古屋を結ぶ距離ではないでしょうか。昔なら明らかに遠かったはずですよね。でも今ではさまざまな技術の進歩のおかげで、こんなにタイムリーなやり取りが一斉にできる。長距離のはずだけど近くに感じるということは素晴らしいことなのですよね。ありがたや、ありがたやということで、うん、いやありがたいです。本当に私たちもね、うんうん、そのおかげで番組ができているということで。そうです ね、 ね、自分たち大阪はですね、近いなというふうにイメージがあるんですよね、特に京都、うん、新幹線で30分ですからね、うん、早いですね。早いですね、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。中学生高校生の頃は、冬になると学校の外周を何周も走る地球走の授業がありましたね。特に高校はスポーツ推進校とやらだったので、授業で8キロ近く走らされた記憶がありますね。特段速いわけではないのですが、走るのは苦ではなかったですね。皆さんは授業で持久走ありましたか、ということでございます。やっぱりありますよね、持久走はありました。そう、実は名古屋は栄養で持久走の話しようと思ったんだけど、うんうん、はい、もう王子がいらないことばっかり喋るから。いらないことこれはもうこのまあね、私のトークの持久走のあれかな、もうなんか、うん、そういう感じしない？トークの持久走よりもさ、うん、さっきのなんかキレが悪くなる方の印象が大きくて、またそれが印象残っちゃってで、ペーターさんも年々出が悪くなるって感じ。もうまたそういうことがもう頭に残っちゃって、やだ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 、ね、これは自然現象でございます。まあこれはまあね、何度も言いますけども、はい、まあ、王子がフィニッシュをちゃんとやれば問題ないことだったんですね。自然現象ってカレーですよね。カレーですよ。カレーってそうそう、カレーって、まあね、やだやだ。そしたらですね、続いてメールいきます。はい、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。長距離の運転をしたことがありますか。もう王子ありますよ、うん、はい、僕は南部から車でよくドライブを兼ねて遠出をするのですが、一番遠いところまで行ったのは読谷村とうるま市くらいかな。主に高速道路から行きますが、沖縄市と宜野湾に行くときも高速を使っています。ドライブ好きなので全然苦じゃないですよ、ってことでございます、うんうん。まあ、ドライブ、ね、好きな方だとね、長距離運転もそんなに、ね、うんうん、苦ではないでしょうね、うん、だから、うん、でも王子はあれですよね、仕事でまた長距離運転がね、仕事じゃなくして、ね、公務なんですけど。あ、公務、はい、公務ね、急にね、急にね、急にあるんですよ、ね、もうそういう時は心構えができてないからね、うん、あれ、滑ろうじゃ一番遠いところはどこからどこまで運転した？どこからどこまで、うんうん、でもそんなにめちゃくちゃ遠くないんですよね、王子もね、どこかな、うん、でも最近だと長野は行きましたよね。それも何、公務で？はい。おー、それもね、まあまあ、うちの白馬がですね、もう老体に鞭打ってですからね、はい、白馬老体なの？老体なんですよ、うん、なかなかそれがね、ダッシュが効かないもんですからね、はい、うん、なかなか王子も疲れちゃうっていう。ちょっと私もですね、長距離あるんですけども、はい、もう今はできないかもしれない、うん、名古屋から熊本往復したという、うん、これは大変です ね、 ね、はい、いや距離片道900キロ弱ですね、うんうん、800、うん、70、
60、70ぐらい、ね、うん、でもまあ名古屋ってでもまだ真ん中にあるので、うんうん、まあね、こう九州だったり東北だったりしても、うん、はい、そこまで大変ではないって言ったらおかしいですけど、うん、まあ、広島もありますよね、うん、広島往復もありますね、うん、ね、そうですね、真ん中だからね、うん、まあ、東京へ出かけても、まあ、東京もありますね、うん、ね、はい、ね、そんなところにね、むちゃくちゃ遠いところは行ってないと思うんだけどな、うんうん、あのだいたいこう、なんとか帰ってこれるような範囲で、うんうん、行くぐらいですかね。なんか埼玉の郷さんが白馬も王子も老体って、あらあら、あれなんで分かっちゃったの？いやいや、散々言ってるから、ね、一応あの王子でございますんで、うん、ね、もうあのあれですね、G と言われるようなまだあれではございませんので、 G?、うん、G ってない、いや、よくさ、あのお殿様のあるじゃん、あ、うんうん、で殿様が行って、でよく G っていうね、あー、あの、なる、G、うん、G やろ、G ね、そう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 、まだそこまで行ってませんので、うん、なるほど、あ、メールじゃあ紹介しますね、はい、進撃のめいちゃんさんからです、ありがとうございます、ありがとうございます、もしや、キウ名古屋からも重大発表が、マスクマンから重大発表があるとか、ん、重大発表、こんばんは、まあ、うん、強いて言えばですね、はい、これまた、うん、あの、うん、あるまたですね、近々ですけども、はい、滑りナイトをやろうとしております。やったやった、えっ、1時間拡大版で、しかも1時間ですね、うん、はい、これは、前は30分の中のね、うん、30分の中でやってたけども、というと、ね、1時間番組の中でそれをやっちゃうんですか、でしかも、うん、チャレンジャーの方がいらっしゃるんですけど、うん、1時間になったんですけど大丈夫ですかって言ったら大丈夫ですと、うん、本当に大丈夫ですかって言ったら大丈夫ですと、本当に本当に本当に大丈夫ですかって言ったら大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですと帰ってきましたので、はい、やるんですよ。さあどうなるんでしょうね、内容の濃いね、多分滑りナイトになると思いますけども、うん、まあですね、あのゲストさんとですね、うん、あの15分お話ししてね、はい、もう力尽きてですね、はい、あと残りはグダグダになると思いますけど、わ、うん、またそれがね、うん、お互いに、ね、ゲストさんと私の、ね、いい部分をね引き出すんじゃないかと思っておりますけどね、うん、ちょっと気になりますね、気になりますね、これはまあ、あのまたあの近日中にね、うん、めいちゃんのメール途中なんだけれどいいですか、はい、はいはい、お願いします、そして長距離、まさに那覇から名護の距離、バスで片道3時間弱、朝9時に出発しても到着は昼過ぎ、あ、そんなにかかるんですねバスって、まさに長距離、でもバスの運転手さんは毎日この距離を一人で走行するから頭が下がります、この間の公開放送も那覇から名護までバスを使い見に行きました、夏子さんの満面の笑顔が見れて嬉しいです、それではまたということで、うん、あ、公開放送バスで行かれたんですね、すごい、あ、バス3時間かかるんですか、かかるんじゃないですかね、へー、うん、高速バスなんですけども時間かかると思いますね、へー、いろいろ止まるんですかねバスは、あの那覇市内が、あー、そっかそっか、空港行くやつじゃないですかね、確か細かく止まってからってことかな、はい、あ、そんでヒカルさんがね、滑りナイトとはって聞いてますよ、説明してください、説明してください、滑りナイトはですね、はい、まあ、私滑り王子マスクマンがですね、はい、の、これはあれかね、うん、単独番組でございます、単独番組、うん、ね、あの旧名古屋の中の、スペシャルバージョンということでですね、私がですね、うん、はい、メインパーソナリティオンリーでございます、私だけでございますんで、一応ね我々はストッパーでいるんですよ、いるんですよ、ね、一応そのいう番組でですね、はい、まあ、いろんな方とですね、今回はですねゲストさんを迎えてですね、うん、はい、王子とですね、そのゲストさんの素晴らしいね、うん、とってもワンダフルなねお話がね、ワンダフルになっちゃった、うん、皆様にね、うん、お聞かせできると思いますのでね、はい、とっても楽しくねできると思いますので皆さん聞いてくださいね、ね、まあ、ちゃんとあのメールもご紹介しますので、はい、どんどんメールも ね、あのいただきたいと思います、叱咤激励、叱咤激励、あとクレーム苦情もね、クレームですね、クレームですね、クレームですか、クレーム、あのゲストがお見えになるのに、あの私のあのクレーム、うん、はい、はい、ただね、クレームがつくことはないん
と思うんですけど、うん、あのね、地獄を見るわよ、また美奈子さんからですね、素晴らしいメールが届いておりますのでね、はい、ね、これ美奈子さんからですよ、はい、滑ってる自覚がないから負けないでドンマイ励まされてる、ね、あとですね、はい、今度名古屋、長野へ行った時は、はい、シャインマスカットとシナノパープルを買ってきてブランドのブドウでございますね、うん、これまた違う方ですね、王子の介護の美奈子って書いてありますね王子の何介護、うん、介護の美奈子になってますね、王子の介護の美奈子、私と介護していただけるのあら、まあこれはですね、ということは先ほどのお話のあれかな、美奈子さんはいろいろな、こう、はい、うん、あのなんていうんだろう、美奈子さんなんだけど、うん、この頭のところにミドルネームがつくんですね、だから先ほどね、ね、王子がどんどん年食ってて、年食ってて年食っててってなってたでしょ、うん、あのね、でどん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 ね、うん、リトルプリンスがかわいそうなことになってるっていうことから、多分介護というね、とってもありがたい、冷えるわね、とってもありがたいね、なるほど、あ、FMJ 自身さん、本州は車で長距離移動できるので本当に羨ましいですって、あ、でね、埼玉の子さん、うん、うちの、あの親父の熊本の祖父が亡くなった小学4年後ゴールデンウィーク初日、飛行機取れなくて埼玉から熊本まで買って1ヶ月のカルディナで家族5人で行きました、2日かかりましたよって、おお、そう、あのやっぱり大人だけで行くのと、うん、やっぱり小学校の頃に行くのって、やっぱりほら小学生の頃ってすごく遠く感じるじゃないですか、そうですね、うん、でやっぱりお父さんとお母さんってやっぱりこう休憩を入れなきゃって思うから、うん、やっぱり時間かかるし、あと多分この埼玉の郷さんが行っている小学校4年生の頃っていうのはやっぱり今とは全然道路事情が違うから、多分今より大変でしたよね、だから2日かかったんですよねきっと、うん、ねえ、今だいぶねこの高速道路もね整備されてますから、うん、はい、ね、昔よりははるかに楽に行けるようになったと思うんですけどね、うん、ということ、うん、まあ、今ですね、うん、ツイキャスで、うん、はい、埼玉の郷さんクレーム、沖縄大好きさんクレーム、FMJG 審査クレーム、クレーム、はい、本当だ、埼玉のゴーさんドンマイ、クレームとドンマイ、ねえ、本当ですね、ツイキャス見事にクレーム並んでます、どこにこのクレームが発生するかわからない、しかも面白いんですよ、うん、ちゃんと沖縄大好きさんから順番にクレームのわらのこの W が増えてるところが、うん、なんか素晴らしいこのみんなの連携プレーというかね、うん、あのリスナーさんの素晴らしい連携プレーを私は見ましたね。でカンポイさんがクレープになってるし、うん、なんかこうでさ、ね、沖縄大好きさんがマスクマンさんよしよしって、ありがとう、優しいなリスナーさん、もうね最後のね、うん、エンディングを迎える時間でございますので、ね、そうなんですよ、王子はね、ね、皆様にお伝えしますよ、はい、どんだけね、あのね、うん、長距離にねいるね、お姉様方のとこにもね、はい、リトルプリンスはね飛んでいきますよ、ふざけるな、最後それなの締めが、そりゃそうさ今日はその話で盛り上がったんだから、ちゃんと美奈子さんも分かってくれてるからね、ね、うん、ヒカルさんが王子シャインマスカットのリスナープレゼント希望って、じゃあ王子は長野行かなきゃいけないじゃないですか。長野よく行くんでしょ。よくさっきちゃん長野行くって言ったからみんながシャインマスカット話してんのよ。よく行くんじゃないですよ。リスナープレゼント。もうそれはね、行く機会も全然なくないんですよ。本当のこと言って、ね、王子じゃああれだね、うん、せっかくだからほら滑りナイトの時にリスナープレゼントやったら。なんかしましょうか。ね。ね、うん、いいですね、ね、またちょっとじゃあ、王子出張行った時に、ね、あ、じゃなかった、え、あの何だったっけ、公務に行った時に何かお土産を期待してます、うん、でもまあ名古屋のもののが皆さんあれかな、え、いいの、うん、名古屋のものをなんか王子おすすめの名古屋のものを滑りナイトでプレゼントっていうのはどうですか、うん、そうですね、なんか ね、たまに、はい、はい、ということで終わりです終わりなの、終わりです、そうですよ、エンディングですよ、エンディングですよ、はい、はい、エンディングです、来週のテーマは声、来週のテーマは声です、
知り合いでアニメ声がいる、声が聞きやすいと言われたなど、声のエピソードをお待ちしております。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りがと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレイナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、浴衣ウィークどうでした、うん、なんかね、浴衣ウィークなんだけど、うん、なんか今日なんかあれだな、なんか王子なんか老人だな、はい、ということで、はい、はい、ということで、はい、また来週、閉店。もうほら、埼玉の郷さんがダンサーズさん、みそさん、廊下の王子になってる。はい、ということで、あ、もう今日はちょっと頭の中がリトルプリンスでいっぱいです、うん、またまた、はい、ありがとうございました。また来週です。